皆さん、こんにちは。センキャンのよ、センキャンです。いつもいつもセンキャン動画見てくれてありがとうございます。今日は木曜日、9日、6月。鹿屋はとてもいい天気フライデー。暑いフライデー。皆さん、今日は、私はね、野外も、赤い野外もですね。私はね、里芋の畑の枕、里芋の種足りない方で枕に野外芋植えた。今日の野外芋の収穫、皆さんに見せたい。まあまあです。あんまりくないです。まあ大きいも入ってるけど、ちょっと病気の入ってる。形はね、こんな感じ。ちょっとね、あんまね、綺麗はないけど、まあ食べるは大丈夫です。ちょっとこんな感じ、形。こんな、そう、こんなね、形は病気みたい。けど、いいもある、悪いもある。今日はたくさんの収穫、ケリ中に、倉庫中に直すですね。今日は私の一人じゃないで、旦那さんの方のお兄ちゃんたちも4人で加勢します。もうする、あと1週間天気予報見たら、雨ですね。今日と明日いい天気です。今日も、午前中はね、午前中は旦那さんの方はごぼうの収穫、私はさつまいも切る。ただちょっと時間を分けて、野外芋の収穫、私一人で大変かなと思って稼いもらいます。今日はたくさんの収穫、野外芋皆さんに見せたいです。今私の畑の枕、今この前に葉っぱ切ったですね。このビニール取って、カシャカシャカシャ取る、機械に取るです。これは隣は里芋。里芋旦那さんは今年は3枚の植えて、その枕で私、野外芋植えるですね。はい。よいしょ、こんな感じ。これも枕3列、反対の長い。こっちも3列。あっちもあるですね。今、トラクターあるです。あっちも。さんです。たくさん野外芋収穫、皆さんに見せたいです。はい、さあ、
さく見えるんだよ。あ、小さく見えるのか。うん、でかすぎて。見つけちゃった。見つけたね。あ、いや、校長が見つけないか。いや、校長は見つけた。またいじる。あっちはどうだったかな、お兄ちゃん。ちょっとカビ臭いの多かった。何年蹴りできました？ね、3が2、3が3、9、9、11か。11ぐらい。もう持って帰った？倉庫あるよ。あ、そう。11蹴りだけで一つ、一番最後半分ぐらいじゃん。うん。箸とか団子とかいう感じ。わー、こっちはこれはピンクじゃがいも。ちょっと形悪いけどね。私は病気入ってるかな。ピンク、紫。わあ、いい感じ。紫もあるでしょ。紫どこの辺？下すけりだって。いいよ。
ザスケリだっけ、うん、今日はお仕事お疲れ様です。今日は木曜日で私はいろいろお仕事です。今日はお昼フライで嫌がいもの収穫。私の嫌がいもは今年全部収穫終わりました。皆さん、いいもある、悪いもある、いろいろたくさんの、ちょっと形悪いもある、こんなでかい嫌がいももある。今日は嫌がいも全部はね、30個ケリーです。こんな30個ケリー見て、皆さん。ここ、5ケリーは売れました。あと私はね、100円の準備。ちょっと、これ100円だよ。今多いですね。野菜も、私、野菜も少ては3種類。紫。あと私、名前わからないで。白いとピンク、赤いの野菜もですね。皆さん、今日は私の忙しいの、楽しいの一日です。いやが、さつまいも切って、今日は8000個100できました。いやがいもも収穫できました。明日また、明日は忙しいの一日です。明日は切って、ごぼうも選別。旦那さんの方はごぼうも、朝は収穫、お昼、里芋、いやがいも、加勢するですね。今日はあと私はね、100円、今100円ですね。皆さん、私トマト見て、今日はトマトとナスビ、ピンマ、あとそれだけ。ごぼうはあるですね、ごぼうは。明日出すは4種類か5種類かな。あ、野菜ももあるよね、5種類。これ皆さん見て、私ナスビは、ね、ナスビは2ケリーは見て、私は嬉しい、楽しい。ピンマ、バナナのピンマ、とっても美味しそうのピンマです。ピンマ、ナスビ、ナスビは普通はね。あとトマト、大きいトマト、黄色いだ、赤いだ。まあ、明日もアイコ、今日はオラマだけ、オラマの中学。今日は100円は少し残った。これだけ残った。明日分の出す。これ、準備、ごぼうで明日出す。ごぼうは全部売れました。今日は時間回らない。全部苦労を終えない。これは朝です。朝。これも朝。今からもうだいぶの。今は7時半だけど、まだ明るいです。今から私帰る。ご飯食べる。ゆっくりです。はい。皆さん、今日は一日頑張りました。また明日も頑張ります。毎日楽しい、嬉しいお仕事頑張りました。さつまいも切ってもできた。自分で100円も準備。野菜も私はね、野菜も雨前に収穫できました。ほんと、もうなんとか大丈夫で、今度は雨ですね。かのや何日も雨。もう野菜も収穫直した。大丈夫です。今度。はい、皆さん、以上です。今日は一日頑張りました。また明日ね。今日は、皆さん、いつもせんちゃん動画見てくれてありがとうございます。せんちゃんのよろしくお願いします。今日はお仕事お疲れ様。バイバイ。またね。